今頃皆さんはオープニングが終わったのになぜ始まらないんだ、そう思っている頃でしょう。ではお伝えしていきましょうか。それは準備してました。配信の準備してました。準備してました。準備してました。はい、いやなんか 3D の方がいいかなと思ってさ、ちょっと待って、なんか顔がむずい。うん、なんか口がうまく開かんのよ。僕の口はちっちゃいんだ。なんでだろうね。口がもっとうまく開く、ほらうーんってなる。わかんない、口がうまく開かんのやだ。もう諦めまーす。無理なもんは無理なんだ。いやむずいな。ちょっと待ってて。よいしょよいしょよいしょ。いきますか。とりあえずシャンシャンシャンと。どう ?3D でやってるのどうですか。どうですか ?3D やってるの。3D のがいい？まあでも 3D だとさ、手が見えないから、この状態だと。でも手を動かさなくていいから楽っちゃ楽なんだよな。動いてて新鮮。まあでも、一応 3D 用の、あれは用意しようかなって、レイアウトは。これはどっちかって言うと、ほら 2D 用のレイアウトだったから 3D 用のレイアウトを用意しようかなって。ゲームない？入れてないだけだよ。こっちへ行こう。本物じゃないですよ。よう。メウ。よし。降下する。配信見ました。あ、すいません。バレた！一瞬でバレた。やだー。僕のせいで負けるんだこの試合。だってエルスター2本だもん。エルスター2本持ってどうするって言うんや。何の意味があんだ。君が置いていったタバコ。アルティメット促進剤を発見。ファーストキル。アルティメット促進剤があっても武器がない。エルスターしかない。エルスター屋さんなの。私はエルスター屋さんなの。やだ。スパチャ。スパチャありがとう。いやこれこうなるのやだな。コメント欄こっちにするかな。さすがにこれ間抜けすぎん。いやちょっと引っ越したらモニターこうにするわ。こうこの形にする。この形にこう。嫌だな。この形にするわ。この形に。そう今ね、上右置きなんだよね。横にするわ絶対。こうに。今回のチャンピオンです。早くキルしようぜ。我慢できねえ。早くキルしようぜ。我慢できねえ。いやもうこの上向いてんのだけ恥ずかしいわ。こっちは全然見せれるな。それを加味して考えよう。新しいレイアウトのレイアウトにしよっかな。楽しみだな。 3D だと気づかなかった。こんなことできるよ。上向くのだけ恥ずかしいわ。モニター上にあるからさ。調達と偵察は任せとけ。調達と偵察は任せとけ。どうしますか。どうしますか。首くにゃーん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 。ここに着地しましょう。行くわよ。首くにゃーん。ボルト。プー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 。横顔を見せようかな。ちょっとぴょん。よし。
てってててててグーン。いや、横顔をね、今日はお見せしたいと思いますね。ほら、なんて言ってる。And I save. I can to pat portal to save you, but he choose fight alone. サド。マリオの上スマやってほしい。言うまでもなく、俺がジャンプマスターだ。いくよ。こっちにいいものがあるか。やっ。やっ。スピードを感じるか。最高だぜ。めっちゃ文句言ってないレイス。遅すぎる。遅すぎる。遅すぎる。身内なんかな。もう止めとくか。僕も一緒にサンって言っといた。ところでサドってどういう意味？お前も泣いてくれるのかみたいな。何も知らん一般人だけど、僕も一般人だけど一緒に悲しむ。僕も辛さは本人にしか分かんないかもしんねえけど、でも俺も悲しく思うよ。ナイトカーだ。なあぶねえ。友倒れしなくてよかったぜ。デューで。何？お前のためさ。何？お前愛してんぞ。怖いんデューでって言われたら。さあ起き上がってくれ。ほらほらほら。怖いじゃん。怒られるのかと思った。うん、怖かった。おいってなんかちょっと強い言葉使うときに言うね。おいみたいな、お前みたいなときに使うイメージあるからさ、ちょっとデューでって言ったらお前みたいな意味合いかなって一瞬身構えちゃうんよ。そしたらその後に愛してるってきた。ギャップ萌えだな。ドリコにしてあげる。外国人陽キャが使うやっぱみたいな意味。そうなん、海外はよくわからん。風紀委員の件反省してますか。もうとても反省してます。もう自分はとんでもないことをしてしまったんだなって深く反省しております。もう今は過去の自分のやったことが恥ずかしくて夜も眠れないくらい反省しております。ああ僕はなんてことをしてしまったんだろうって。なのでこれからは心を入れ替えて自分の罪を償っていくように貢献し、23時に貢献し生きていこうと思っています。その度は誠にご迷惑をおかけしました。よし、夜も眠れなくて、そして僕はゲームに逃げるしかなくてこのような生活をしています。本当に申し訳ございません。標的発見。よし、嘘発見器はなんだろう、クズハとかアンジュさんとか星川とか、それこそあと佐々木とか呼んで何個か質問してもらって嘘発見器に引っかかんないように過ごすみたいな感じしようかなって、仲良さげな人を呼ぼうかなって思ってた。それでいいかな。いいよね。何人か呼ぼうかなって、とつまちというか声かけようかなって、誰かに。嘘被害者のみ。いや、わかんない、誰に嘘ついてるか。いやでもさ、真面目な話さ、嘘発見器のおもちゃかなんかだと思うんだけど、あれってさ、なんか何を元に検知したかわかんないけど、多分嘘じゃなくても反応しちゃう時と嘘でも反応しない時って絶対あると思うの。それで誤反応しちゃって、それがなんか本当に笑えんようなあれでしちゃったりしたら怖いじゃん。そう、なんか質問でね、例えば脱税したことある？でみたいになったら僕も脱税したことになっちゃうじゃん。それが怖いわ。笑えない質問やばいじゃん本当に。いや、そう、彼女いるとかでやったらさ、でって、そういう質問ってさ、いないから大丈夫だろうと思いながらちょっとさ、ドキッとするじゃん一瞬でも。もし反応しちゃったらどうしようみたいなドキッてするじゃん。それで反応したりしたらめっちゃ怖いよな。だから星川軍道先生あたり怖いよな。前本さんとかはね、優しいよ多分。いや、前本さんはねめっちゃ優しそう。質問
横見てるとき何してる？ここコメント、こうコメント、ここが配信画面、もうこここが配信画面、ここコメント。かなかのために営業するか。してして、ミニサンジのかなえさんって人にって、あーレントユアタイヤード、アイム寿司ライク寿司。はあ、やんなくちゃいけないことも出しちゃったりしちゃってくるか。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。あ、待って、スパチ呼び損ねるとこ。ありがとうございます。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。